山本直澄、山本直澄、山本直澄、1932年12月16日から2002年6月18日は東京都出身の日本の作曲家、指揮者。妻は作曲家の山本正美、長男は作曲家の山本淳之介、次男はチェリストの山本雄之介、父は作曲家で指揮者の山本直太。弟は パーカッション奏者の山本直樹とファゴット奏者の山本、ただし親、という音楽一家である。東京五反田の市政病院に生まれ、中野区や大田区や豊島区などを転々として育つ。幼児期から、父、山本直樹の作曲弟子、作曲家、渡辺浦人によって徹底した、早期音楽英才教育を施されたほか、自由学園で、ハ京子や久山恵子、林光、 三好明などと共に早期音楽教育を受ける。自由学園時代の学友の一人に渡辺武雄がいる。指揮は高校時代から自由学園を借りて毎週日曜に開かれていた斎藤秀夫式教室で斎藤秀夫に指示。同時期の同門に小沢誠治、久山恵子秋山和義、飯森大二郎、小高忠明がいる。小沢は後に 自分は日本に泊まって、音楽の底辺を広げる。お前は世界を目指せと山本から告げられたことがあった、と語っている。1951年、東京芸術大学の入試に失敗し、父の弟子である、渡辺浦とのもとに預けられて、渡辺の仕事の手伝いをする。一郎後、1952年に、東京芸術大学作曲家に入学、池内と次郎に指示。 芸大では一学年上級の打楽器科学生、岩木宏之と知り合って、意気統合し、岩木と共に、本物のオーケストラを指揮した一年で、学生たちに声をかけまくって、学生オケを作り、岩木と交代で指揮をするようになる。三年生終了後、指揮科へ展示、渡辺明雄に指示。1958年、長男出生の年に大学を卒業。指揮科卒業演奏の曲目は、 ブラームス作曲、公共曲第一番だった。当初は山本も、小沢らと同じように指揮者として、世界で活躍することを夢見たこともあったようだが、大学指揮科在学中に目を患らい、視力の著しい低下から次々に、新しいスコアを読み込みアンプして、コサートに載せることに不安を覚えるようになった。そのため、大学在学中から、テレビや映画の分野に、 積極的に進出し、ポピュラーからクラシックまで幅広く作曲活動を行うようになる。同時に、テレビなどを通したクラシック音楽の普及、大衆化に力を注いだ。中でも最も知られているのは、1973年から10年間放送された TBS のテレビ番組、オーケストラがやってきたの企画、楽監督、総合司会者として、クラシック初心者でも楽しんでもらえるように、 ユーモアを交えた解説を展開したことで知られる。また、1983年に落成した大阪城ホールのコケラ落としとして、当時、毎日放送上無取締役テレビのサイトを、守る喜び営業本部長、後に、社長、会長を、歴任と共に、サントリー1万人の、大級を企画する。当時、サントリーの佐治慶造社長の後押しもあり、 83年スタート、98年の第16回まで連続して、構成、総監督、指揮を務めてきた。このほか、NHK の FM ラジオ放送、FM シンフォニーコンサート、番組そのものは2007年3月で一旦、終了した後、2009年4月から再開して、現在に至るの司会なども務めていた。1972年には、 小沢と共に新日本フィルハーモニー交響楽団を結成、指揮者団幹事となる。1979年、1980年には二度に渡り、日本人として初めてボストンポップスを指揮している。山本は人々の心に強く残る明快なメロディーを次々と生み出したが、いずれもシンプルでかつ基礎的技術の高さに裏打ちされている。 代表的な作品として、映画、男はつらいよのテーマ曲や、TBS ラジオの人気長寿番組、小沢昭一の小沢昭一的心のお囃劇中音楽を担当し、テーマ曲と挿入曲を作曲したことでも知られる。男はつらいよシリーズでは、テーマソング、映画音楽を一貫して担当してきたが、第47作、男はつらいよ背景者虎次郎様以降の3作品は、 息子の山本淳之介と共同で音楽を担当した。1975年12月31日放送の、ゆくとしくる年、全民放局同時放送、漢字局は、日本テレビと1987年3月31日放送の、国鉄最後の日の関連特番、日本テレビでは、蒸気機関車の奇跡の音を用いて演する、ホタルの光で指揮を務めた、では最後に、 蒸気機関車の汽笛の音に合わせて、機関士一同が合唱を行った。二回とも、京都市にある、梅工事機関区で行われた。口ひげと黒縁眼鏡はトレードマークとして知られ、その自由奔放なキャラクターから、タレントとしての一面も備えていた。森永製菓、エールチョコレートの CM ソング、大きいことは、いい子だ。日本船舶振興会。 当時の火の用心の歌を手がけた際には、自ら CM に出演した。音楽関係者の間では、日本の音楽普及に最も貢献した一人と高く評価する声もある。だが一方で、生前は、周囲とのトラブルや、1978年8月6日に起こした交通違反スキャンダルなどでマイナス明示がつき、その功績に比して、 音楽家として世間から必ずしも高い評価を得られてはいなかった。晩年は再び純音楽の舞台への復帰を強く願っており、FM 放送で番組司会者の仕事も再開させていた。岩城博之とは無二の親友であった。1999年には妻の心臓発作を機にキリスト教、カトリックに入信している。洗礼名はフランシスコと言った。 子供賛美歌改訂版に世界の子供画を残している。1998年に鹿児島県南種町で開催されたトンミーフェスティバルにおいて作曲を手掛けたことが縁となり、楽譜をはじめとした資料、楽器、生活家具などが同庁へ寄贈され、南種町郷土館内に山本直澄音楽記念室が開設された。2002年6月18日、 救世心不全のため死去。墓所は東京都品川区上大崎の新言、総高良院にある。墓石には上田里氏の訳史集タイトルの会長音の文字が彫られている。会名は修営院、広白直澄子寺。一おさむき。